フェスがやってきたぞーということで、スプラトゥーン実況プレイやっていきましょう。今回ですね、フェスが開催されております。フェスっていうのは何かっていうと、赤いキツネ派と緑のタヌキ派に分かれて戦うんですけど、こうやってフェス用トラックも来ていて、誰かが上で踊ってますね。これあの子じゃん。3号とか4号じゃん。あ、1号、2号か。うん、3号は僕でしたね。ということで、やっていこうと思います。タヌキ行くぞーということで、僕はタヌキ派ですね。緑のタヌキ、そば派ですね。ということで、やっていこうと思います。なんかすごい綺麗な感じで、いいですね、これ。BGM もすごい好き。フェスはやっぱいいね。盛り上がりますね。ということで、やっていきましょう。フェス。よいしょ、とやっていこうと思います。縄張りバトル。たくさんの縄張りを確保しろ。ということで、フェス中はこの縄張りバトルしかプレイできません。はい。で、まあ、これ、敵が、あれですね。あれ、赤いキツネ派ですね。で、僕がタヌキチームということで、ちょうど緑ですね、これ。合わせてくれてあんのかな。そして、夜になります、ステージが。うん、そして BGM も特別仕様ということで。いや、フェス感出てますね、やっぱりいいですね。さあ、勝ちましょう、頑張って。やっぱね、僕はね、うどんより蕎麦派なんですよね。蕎麦結構好きで、ほんと、食べに行ったりするんですよ、僕。なんか、何か食べたいなって、外出先でね、なったら、もう蕎麦食べるみたいな。それくらい蕎麦が好きです。やばい、狙われてる、チャージャーに。で、今回はローラーをね、使っております。まあ、気分なんですけど。よし、行かで行け。うら、これ、大丈夫か。うら、あ、逃げなかった、いつ。まずいまずい。逃げないで。後ろからドン。あー、倒せない。チャージャー狙われてる、まずい。スーパーセンサーナイス。敵の場所が分かるやつ。上にいるな。この上登れないからな、こっからは。なんか、キツネって書いてある。怖っ。なんか、なんだろう、呪いの字みたいになってるけど大丈夫？いや、勝ちたいよね、やっぱりこうやって、みんなで争うからには。勝負はやっぱ勝ちたいですから。敵がいない。うらっ！よし、いたぜ。いいね、強いね。まぁ、今回いろんな武器をまぁ使っていこうかなって思うけど、時間が、まずい。よし。ここ行けないんだよね、奥。やばい、逃げ。やばい、チャージ狙わないで、俺のこと。チャージャーやめて。スタート地点が出てきて、チャージャーさん。家に引きこもってないで。でもこんなとこまで来られたら、それ出てこないわな。ガードされてるし、ここは。あんなとこからボム投げてる。自宅からのテレハンだ。ちょっと待って。自宅から爆弾投げるテレハンなんて初めて聞いたよ。敵がいない。敵どこにいるんだろう。ここら辺塗るだけだぞ、俺は。俺の仕事は。まずい。活躍できてるようで、全然活躍できないパターンだ、これ。やばい、ずっとあそこにいる。飛びましたね、一人。どっかじゃ。よし。ぬーり。相手ゴール、相手陣地を塗る男。よし。勝ちましたね。やった。いいね。楽しい。やっぱね、団結力が生まれるよね。うん、同じチームってだけで。しゃー。さあ、では、どんどん行きましょう。よいしょ、とやっていきましょう。塩の御殿で、縄張りバトル。なんか久しぶりに来た気がしますね、このステージ。夜のステージもなかなか良い。ということでやっていきましょう。ローラーで引き続きやっていきます。よし。お、相手にローラーいないな。こっちは二人か。やっぱね、ローラーね、いいですよ、なかなか。ほんとに。なんか、なんだろうね。人を引くことがとても楽しい。タヌキって書いてある。ありがとうございます。丸が可愛い、なんか。こういうとこもしっかり塗っていく。それがローラーの役目。いいね。まあ、ナンパリバトルなんでね。敵を倒すことでも塗ること。ちょっと待って。が大切だよ、ほんとに。だから倒してこないで。うっ、あぶね。お、奇跡。床があった、ちょうど。よかった、今。死んだと思った感じで。お、イカがたまやってだいぶいいか。これは心強いよ。やばいと思ったら出しましょう。できてないよね。さあ、敵はいないか？いいね、いないね。安全。俺、平和主義者だからさ。なんだかんだ言って。やっぱ平和に暮らしたいよね。うん。戦いとか争いはね、危険なだけだよ。なんだかんだ言って。やばい、もう全然、俺の平和、あ、なんでボンバーマンが一人負けてたか。背中からこんにちは、よーし。あいつは惹かれたことをまだ知らない。今知りました、今。今、俺惹かれたんだ、みたいな。鮮やかすぎましたね。大丈夫かな、仲間。うわ、やられた、仲間が。まあいい、でも俺がちゃんと拭いといてやる、ここ。あ、敵が一人いる。塗って。はい、はい、OK。悔しい。このカウント時に死んでるって一番悔しい。ここのとこ最後。よし。ちょっと貢献できたね。負けた。これは負けた。あ、でもいい勝負かもしんない。いや、でもな、上の、あの部分がね、大きいんですよね。やっぱり。
悔しいな。まあでも次へ行きましょう。次は勝つぞ。ちょ、武器変えましょう、武器。さあやっていきましょう。武器をね、お気に入りの武器に変えてきました。5.2 ガロンってやつですね。でやっていきましょう。さあ、緑色で。この緑はなんか、目に優しいっていうより、ちょっとなんか、濃い緑ですね。で、この5.2ガロンね、好きなんですよね、ほんとね。普通に強いと思う。けど、あんま使ってる人を見ないっていうね、5.2 ガロン。サブにシャワーが入ってるっていうあの武器ですね。最初の方結構使ってたけど、シャワーをね、使ってやっていこうと思います。よし。危ない危ない危ない。うわ、後ろから来てた。なんでだ、誰だ、お前、まさかさん、僕の背後に回り込むとはなかなかやるな、おぬし。しかも俺のシャワーにも全然ビビってなかったしな。やるな、こいつ。俺シャワーとか、もし見かけたら、街中で見かけたら、もうドン引きだけどな。シャワー持ち歩いてるやつとか、携帯シャワーなんだよね、これとか言ってたら、マジもう、マジないわってなるけどな。で、街中でシャワー浴びるってなかなか変態ですね。あっぶん、なんかレベル高い気がする、フェスの間は。あー、危ねえ。見えなかった、今、一瞬。いいぞ。さあ、出ましたね、スーパー。撃っとくか。ほい。当たれ、誰かに。やった、一人倒した。宇宙人を倒した。ごめん、宇宙人倒しちゃった。俺、宇宙に喧嘩売っちゃった。どうしよう。イカ星から攻めてきたりしてないから、大丈夫だよ。オッケー。宇宙人もウィーやるんですね、スプラトゥーン。上にいるぞ、上に。後ろ。当たんねえか、やっぱり、ここは。また背後に回り込んで、宇宙人に会えた。敵撃たれたんだけど。荒れてるね。うわ、危ない。危ねえ。ナイスな位置に、あの、スプリンクラー。素晴らしい、今。今のスプリンクラー、惚れる。よし。まだ一人いるぞ。いや、でも、真後ろにいた。また真後ろに回り込まれた。なんだ、今日真後ろに回り込まれるな。おい、誰だ。よしよし。いいぞ。最後塗って、ここら辺。ナイス、スプリンクラー。いいね。オッケー来た、いいよ、勝った、いいね。緑に染めてやったぜ。さあ、今日から、蕎麦食べろ。これで、うどん派の人も蕎麦食べてくれますかね。さあ、今、あと、10分でフェス終わるっていう時に来てきました。まだまだいけそうですね。行きましょう。さあ、ではやっていきましょう。ホッケ不当でですね、またまた。よし。5.2 ガロンで行くぜ。フェス中はね、まあ、3つのステージがあるんですけど、なんかステージ偏ってるよね、なんか。で、スプラトゥーンってね、なんかね、同じステージが何連続でも来ることがよくあります。はい。まあ、それはまあ別にいいんですけど、動画的にね、動画的に結構あの、同じステージばっかりで、ちょっといろんなステージもやりたいなと思うんですけど、まあ、どっちみち同じことなんで、いいでしょう。行くぞ、行くぞ。後ろに回り込むぞ。よし。後ろを取った。あれ、あ、全部俺が関係ないところで死んでいく。よし、倒して。あ、一人いる。追い込んだ。オッケー。角に追い詰めたぜ。いいね。そしてスペシャルが止まってるから、ここら辺に撃っとく。これ、いいところに行ったね。さあ、誰も知らなーい。全然いいところでも何でもなかった。よし。倒すぞ。どこから来る？いるね、一人。やばい。ここら辺、だいぶ人多いね。爆弾怖い。上にいるやつ結構辛いな。おじきや、おじきや。よし、ナイス、仲間、いいね。いいよ。上から狙ってくるね、敵なんか知んないけど。こんなもんなんかな、やっぱり。上にいる、上にいる。上のやつは明らかに効いた感じ。なに？激しい、激しい。激しすぎるだろ、マジで。よし、いいぞ。怖い、怖い、怖い。上、上、上狙って。うん、きつい。上を狙うのほんときついから、スプラトゥーン。やばい。やめて。あー、うち。もったいね、スペシャル技止まったのに。いいとこまで行ったのにな。お、緑押してますね、だいぶ。いいよ。さあ、俺も早い前線復帰しよう。ここら辺全部濡れてるしね、下。いいね。これもしっかり塗って。上か、また上か。ローラーがいる、ローラーが。あ、危な！なにこれ、なにこれ。え？遅くなった動きが。こんなあるんだ。待て待て。よし。遅くなったって、俺は変わんねえ。俺はいつも常に2倍速で動いてるからな、みんなの。だから俺は遅くなったって通常なんだ、みんなの。チーター疑惑出てるけど、そんなわけじゃないですからね。冗談ですからね。よし。いいぞ。さ、しっかり塗って。危ない！うわー、うわー、マジか。ローラーのやっぱビジュアルが強いな。よし、戻るよ。前線に戻ります。
だいぶ押してる、本当に。だいぶ緑になってて、おおそんなことある？いいぞ。あと10秒。あ、降りてくる一人。待ってくれ。おやすみ。よし。最後に、撃つ！あ、持って終わった。いいねー。いい戦いでしたね、今回は。やっぱ 5.2 ガロン好きだなー。よーし。さあでは、もう少し、まだ時間があるので、どんどん行きましょう。さてやっていきましょう。ネギトロ炭鉱で縄張りバトル。夜の街が映ってますね、奥に。あの街は一体どこなんでしょう。東京かな。ということで、さっきと同じ 5.2 ガロンでやっていきます。やっぱ緑固定なんだね、これ。相手チームがピンクっていうのがね、まあ、赤は多分無理なんですよね。血の色的に。で、当然、白色もありませんし。まあでも、赤と白のダウンロードコンテンツ。ダウンロードコンテンツ500円で赤と白が増えますって言われたら即買えますね。だいぶ、いろんなことが起きそうだけど。あ、これだ。よし。いいぞ。いい感じに消して。やっぱ、敵の色を消すとほんと気持ちいいんだ。あ、マジか。すげえ降りてきた。ナイスです。よくやれ。頑張れ、頑張れ。あ、これちょうど降りてくるから。2対1になる。気をつけてー。飛べー。よし。当たんなよ。なんでだよ。ナイスじゃねえし。爆弾すげえいいところに置いてあった、今。びっくりした、ほんとに。やばい、全然活躍できないぞ、俺。チーム的にはどうなんだろう、勝ってんのかな。完全に当たったよね。やばい、上から。狙い。惜しい。よし。こんにちは、オッケー。あ、まずか。まずかってなんだ、まじか。置いてくぞ。ナイス。ちょっと、ここら辺しっかり塗っていく。結局ね。結局、ここら辺をしっかり塗っていくっていう。やっぱそういうスタイルなんですよ。オッケー。はい。ということでね。ということでね。最後なんか変な感じになっちゃいましたが、これで勝てば問題ない。お願いします。オッケー。なるほどね。うん。反省してる、正直。正直反省してる。そして、3時を超えました。3時までですよ。最悪だ。最悪な結果に終わった。おーい、つら。ということで、フェス終了ですね。ちょっとフェス終了した街へ行ってみるか。さっきまであんなに盛り上がってたのに、一気にやっぱシーンとしてるから、多分。ということで、ご視聴ありがとうございました。ね、もし、ね、動画を楽しんでくれたら、ぜひ高評価ボタン押してってね。一気に静まり返ってるよね、これ。さっきまで踊ってたよね、君。伸びしてますね。ということで、ポッキーでした。またお会いしましょう。バイバイ。